こんにちは。ジャーマンアイリス通信販売花坂ジジイネット店主の清水です。今日は2015年5月3日、今日も当ショップのジャーマンアイリス畑高崎ジャーマンアイリス園に来ています。今日もかなり暑く、だいぶ花も咲いてきました。それでは花をご覧ください。昨日つぼみだったモダンクラシックが咲きました。こちらは大輪でなかなか見応えのある大きなジャーマンアイリスです。こちらの方でも咲いています。先日植えたポピーの方も花を咲かせてくれています。こちらも昨日撮影しましたが、小豆系ですね、小豆系のジャーマンアイリスです。こちらの方でゲイパラソルという品種が咲きました。こちらの方が昨日モダンクラシックが咲きそうな状況と同じような状況ですね。明日には咲いてくれます。ゲイパラソルがこちらです。リンゴという花によく似ていますが、上弁が白で花弁が紫、テントウムシが寄ってますね。なかなか綺麗な花です。こちらも商品一覧に載っている販売しているジャーマンアイリスですが、こちらの方はビクトリアホールズですね。こちらも薄い青でひげが真っ白でなかなかいい花です。こちらの方で黄色いからし色といいますか、ジャーマンアイリスが今にも咲きそうな感じですね。また一分咲きというをちょっと言ったぐらいでしょうかね。まだまだこれから咲いてきます。これは昨日も撮影したスラップスティックですね。なかなか名前が覚えられません。こちらの方に淡い黄色といいますか、白のジャーマンアイリスが咲いています。こちらにも白のジャーマンアイリスが咲いています。あちらの方で赤系のジャーマンアイリスが咲きました。昨日このようなつぼみだったんですが、このような形で咲いています。こちらの方で霜降り系のジャーマンアイリスも咲いていますね。こちら茶色というか紫の小豆色ですね。小豆色っぽい霜降りですね。こちらの方でカナリアイエローのジャーマンアイリスも咲いています。そちらも咲きました。こちらのジャーマンアイリスもなかなか綺麗です。これはラストラーフですね。ラストラーフというジャーマンアイリスです。トール品種ですね。こちらの方がかなり咲いているのが昨日も撮影したんですが、マリポサスカイズですね。マリポサスカイズです。こちらでは350品種ぐ
らいジャマイリスを栽培してるんですが、私も全部覚えられていません。白のジャマイリスも咲いています。こちらの方が商品一覧に出て販売している、これがバナシーですね。なかなかすぐには名前が出てこないですね。私も年でしょうか。バナシーです。上が白で下がサーモンピンク。こちらの方でも咲いています。つぼみはこんな感じですね。やっぱりサーモンピンクですね。隣のところで濃い紫のジャーマンアイリスが花を咲かせようとしています。あとこちらの方が紫の霜降りのバティックですね。こちらの方にもちょっと上弁が変形してるんでしょうか、こういう品種なんでしょうか、ちょっと変わった形のジャーマンアイリスが咲いています。あとこちらのジャーマンアイリスがデコルタージュといって、ちょっと花は小さめなのですが、かなりスマートなジャーマンアイリスです。ちょっと大きな花のジャーマンアイリスと混ぜてアクセントにするにはなかなかいいと思います。当ジャーマンアイリス園にはかなり古い品種も新しい品種と一緒に栽培しています。こちらはもうかなり昔から30年か40年前から日本に入ったジャーマンアイリスでしょうか。こちらの方がベンガルタイガーです。なかなか見応えのある黄色のジャーマンアイリスですね。この縞模様がベンガルタイガーと言われるゆえんでしょうか。こんな感じですね。あ、こちらの方で先ほどのワナシーと同じような感じの上が白、下がピンクのジャーマンアイリスが咲いています。こちらの方ではスポットっていうんですかね、クリスマスローズとかではこういうつぶつぶスポットっていうんですが、こちらの方もジャーマンアイリス、なかなか涼しげな感じのスポット模様ですね。こちらも今から咲こうとしているジャーマンアイリスです。こちらの方はなんだか火が燃えてるような感じの色合いですね。上弁がこちらもこのようにヒゲの先が伸びていて、これはラフランスですかね、なっています。こちらではピンクのジャーマンアイリスが咲きそうです。このような涼しそうなジャーマンアイリスも咲いています。もう昔からオーソドックスなジャーマンアイリスなんですが、私の方ではこれはピンクアズキと呼んでるんですが、これワナシーという品種です。こちらは田舎のおばあちゃんのうちのジャーマンアイリスといった感じでしょうか。こちらの方は、はい、私の友人の長年ジャーマンアイリスをやっていた人が作り出したティースペシャルです。このヒゲから
先が伸びたこの複雑な形ですね。これは素晴らしいですね。はい、結構増えていきますね。あとはこちらの方も混合模様ですかね。白と紫の混合模様。こちらも昨日撮影したんですが、花弁の方に白い縞模様が入ったドライブミーワイルドですね。こちらはオレゴンから直接買った時はやっぱりかなり高かったですね。はい、こちらの方にも柔らか系のジャーマンアイリスが咲いています。こちらの方でも、こちらは このような感じで咲いています。花の見頃とはいきませんが、このような状況だとあと4日ぐらいではかなり花は見れるようになると思います。はい、それでは。